生たちと同じマンションに住み、生活をサポートすることで世界が広がりました。3年の秋学期から RA と呼ばれるレジデントアシスタントとして活動しています。桃台にはたくさんの留学生がいます。留学生たちと同じマンションに住んで、大学の国際センターと連携しながら、みんなが充実した留学生活が送れるように、生活の様々な面をサポートしています。外国人留学生の住むマンションに一緒に住むことで、大学内だけでなく普段の生活を通して留学生と関わるため、異文化を間近で体感できます。英語を学べるだけでなく、たくさんの国の普段の文化に触れることは貴重な体験になりました。初めに出会った留学生は日本語があまり話せなかったのですが、到着後1ヶ月後には日本語だけで話せるようになっていて驚きました。留学生は国ごとに固まりがちなので、いろいろな国の留学生を意識的に誘ってご飯に誘ったりしています。そんな風に課題を見つけては自分から動くことが多いので、とても積極的になりました。また留学生たちと接していると、いろいろな考え方や文化に触れることができます。世界にはいろいろ考え方や見方があるんだなと、柔軟なものの見方を身につけることができました。